コーネリアスはアメリカ合衆国のオスカロライナ州の南西部メクレンバーグ郡北側ノーマン湖の湖畔にある町である。2010年国勢調査での人口は24,866人だった。2000年から2010年の10年間で人口は倍増した。コーネリアスにあるポッツプランテーションが1998年にアメリカ合衆国国家歴史登録罪に指定された。 1811年に建てられた建物をはじめ、11の建物、その他で構成され、広さは510.7エーカーある。コーネリアス町は、メクレンバーグ郡の北部、ノーマン湖の湖畔にある。座標では、北緯35度28分44秒整形、80度53分04秒、北緯35.478954度整形 80.、80.884532度、 35.478954-80.884532である。ノーマン湖はノースカロライナ州最大の人口湖である。アメリカ合衆国国勢調査局によれば、長域全面積は12.1平方マイルであり、このうち陸地11.8平方マイル、水域は0.3平方マイルで、水域率は3.20%である。メクレンバーグ軍には、 州内最大の都市であるシャーロット市があり、その北にある三つの町の一つがコーネリアスである。あとの二つの町はデイビッドソンとハンターズビルであり、コーネリアスと共にシャーロットの郊外ベッドタウンとなっている。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。コーネリアス住民の指定はシャーロットメクレンバーグ教育学区の学校に通っている。小学校は コーネリアス小学校と JV ウォッシュマン小学校がある。中学校はベイリー中学校とコミュニティスクールオブデイビッドソンである。ウィリアム・エーモスヒュー高校が2012年8月に開校となり2000人以上の生徒を受け入れている。コーネリアスの町内にはシャーロットとメクレンバーグ郡公共図書館のコーネリアス支所がある。この図書館はコネリアスの中心部。 カトーバーベニューに沿ってあり、週刊高速道路77号線出口28番のすぐ東にある。座標は、北緯35度28分59.84秒、整形80度51分50.68秒。 北緯35.4832889度整形80.8640778度35.4832889-80.8640778である。ありがとうございます。